大阪大学基礎工学部電子物理科学科物性物理科学コースの関山です。この動画では国体複写の話が全く出てこないので恐縮ですが、国体複写におけるプランクの公式に光の粒子性と波動性の二面性がきちんと含まれていることを説明するのに必要な粒子数とその揺らぎの期待値がどのように表されるかを説明します。これは粒子計測におけるポアソン分布の話でもあります。皆様よろしくお願いいたします。もうちょっと粒子としての性質というのをもう少し深く考察をします。これは一般論です。光に限る粒子というのが、まあ、非常に多数個ありました。で、体積 V の中にありました。で、その中の一部分ですね。で、一部分で、まあ、非常にこれに比べたらちっちゃいんだけれども、それでもこの中 でも粒子数はまあ非常にたくさん、まあ、23乗ほどはないとしてもですね、1個2個とかそんなレベルではないというそういうレベルの話です。この時の期待値、灰色の破線で囲った領域の中の粒子って何個いると思いますか？粒子数えられるわけじゃないけど、でもまあこれ想像すればいいわけですよね。体積の比で考えればいいわけですよ。だから期待値はこれはこの値になりますわねっていうのは、これは割と自然な発想だと思います。これ粒子だったらそうなると。で、期待値を計算するっていうのは直感的にこれでいいやんって言うんだけど、真面目に計算しましょうというので、ちょっと確率的にこう考えてみるわけです。はい。で、これで今まさにこのスモール N 個がこの中にいて、で、ラージ N マイナススモール N 個はこの外におりますと。そういう確率どれぐらいですかというのを考えるわけです。今度じゃあ、ラージ N 個の粒子をこう振り分けるときに振り分け方で考えればいいですね。1個この粒子をまずポンと入れていきました。入れていったときにこっちに入る確率とこっちに入る確率っていうのをこう考えてやればいいわけです。で、そうすると1個についてこの箱の中に入る確率というのはラージ V 分のスモール V であるからして、それがスモール N 個あったらこれ入る確率はスモール N 乗するし、それ以外のものっていうのは1個の粒子が外に行く確率 1 マイナスラージ V 分のスモール V なんで、まあ、これを掛け算します。さらにはこれ組み合わせの話ですから、これと一緒ですね。コンビネーションの N の N と一緒です。はい。で、ところがこのコンビネーションっていうのがですね、これ世界共通じゃないんですね。これ日本でこう書くんですけど、普通あの外国では通用しないんですね。こういう書き方です。で、この組み合わせがあるから確率は WN だから W スモール N ですね。N、スモール N 個ある確率は全体としてはこれで書くことができます。それでですね、こう考えるっていう話になるんですけど、一方でそうこういう、多項式があったとしましょう。だからこれをこのラージ N 上でこれをガンガン展開していく、展開していった時の項とこれ一緒なんですよね。なのでこれ全で、これもともとだからこれ大きさどれぐらいですかって1です。全部足していったらこれも1にならないかというわけですね。ああ、そうそう。だから、1個ある、1個の時、あ、0個、1個、2個、3個になる確率というのをこう全部足し合わせていったら、それは全ての事象について足し合わせているわけだから、これは総和は1でいいわけですね。はい。要するにこの確率というのはまあちゃんと、まあ、スモール n の関数と言えなくなります。で、期待値を数学的定義に従って考えましょうって、これを計算すればいいですね。W スモール N かけるスモール N を、全ての場合について足し合わせると。そうすると粒子数の期待値とはこれで出てくるわけです。で、これを計算せよということなんですが、これ計算せよって言って、まあ、これをここに代入しただけですよね。代入して、ここに N を掛け算しました。だからここが N-1 になりました。こういうわけですね。はい。ね。これを、まあ、こういう置き換えをするわけです。ラージ N-1 は N、ラージ N プライム。スモール N-1 はスモール N プライムとしますと。そうすると、今度は、
ここが、N、N プライムプラス1になるのか。で、いう形で、で、だから、ちょうど、この、ここは、これで置き換えられて、で、ここがですね、ちょっと引く1、引く1でこうキャンセルして、こういう形で書けますと。で、そうすると、ここがスモール N プライムプラス1。で、ここは一緒ですね。なので、このプラス1ってのはここにこうお釣りとして残ると。この人はですね、これ結局1個残る。あと、ラージ N、ラージ N で、ラージ N-1 で止めとけって、こういう形ですね。そうすると、こんな形で書くことができるわけです。要するに、これ、何が言いたいのかというとですね、この部分は、結局、これを足していったのと、この式と一緒なんで、結局、一緒というかですね、この、これを N、N プライム、ラージ N プライムとしたときと一緒なんで、結局これは1に、1を何乗しても1ですよね。まあそういうところです。ということで、こう計算したらきちんとこう出てきたわけです。まあ、直感的に考えてこれでしょっていう、真面目にっていうか数学的っていう確率論的に考えてもこれでしょっていうのは出てきたわけですね。期待値はこれでよろしいと。このズレがどれぐらいですかと。たまたま、パッと、もし仮に数えることができたとしましょう。何らかの方法で。で、ある時にパッとこう数えていって、そこからこの期待値からずれている可能性だってあるわけです。極端な話、ある瞬間だけ見たらどういうわけか、そこが1個しか、箱の中に1個しかね、粒子がいないってことも、確率ゼロではないんですね。確率の問題だから。だそういう意味でのこのズレの期待値を求めましょう。だからズレ考えるときにはこれを考えなきゃいけないですね。観測量と期待値の間のこのズレを差の事情を取らないといけない。この差をですね全部足し合わせていったらですねプラスマイナスキャンセルされて結局期待値に落ち着いちゃうわけですね。だからズレの期待値というのは事情をうまく計算しない、事情の期待値を計算しないといけない。でそれはこう書けるわけです。はい。で、この N バー期待値ですね。ここではもう定数扱いになるわけです。で、これは、なんかこう展開すると、こう書け、このように書けますと。で、そうするとですね、ここ、スモール N バーというのは、もともと定数です。だから、ここの計算するときは定数になるわけです。もう平均取った後の話。そうすると、この式はこういうふうに書くことができて、実は N 次乗の期待値と、それから N の期待値の次乗ですね。これを計算すればよろしいということは分かります。なので、今度は N 次乗の期待値というのを真面目に計算しましょう。計算します。これ定義に従って、ここを2乗にすればいいだけなんですよね。ここ。で、WN ってもうちょっともう消しちゃったから、ここに再括しますけども、こういう形ですと。これを計算せよ。で、計算するときに、まあ、これが一つテクニックなんですね。n×n-1、それから引く n と。この方が、まあ、ちゃんと計算できるってわけです。でまあ、これは実は、ここをね、うまく処理すると一緒ですね。そうすると、この人はもうすぐにここに持ってきました。第1項は、スモール n とスモール n-1 という、分母に、あったものがこう消えたわけです。で、これ、だからこれがこう書けますと。これね、ここが大事。で、今度さっきの置き換えをですね、スモール L-2 とラージ N-2 に置き換えると、ここの計算ですね。で、それが、だからこの演算してやったときに、ここが残るわけです。これが残るわけです。で、ここもですね、事情残るってわけですね。で、こういう計算になります。でさっきと同じ話。で、ここは1です。この部分ね。これだから、ここにプライムとか、2ダッシュとか、その辺をこう変えただけですから、これでよろしい。ということで、ここが1になるから、まあ、極めて単純にこう書けますと。いうことになります。ここまで来たら、これがですね、この部分が、
この部分ね、この部分が N バー、スモール N バーということになりますから、これをここに掛け算して、ここに台に入れちゃえば この人出てきて、ここもスモール N バーになると。ここはもうもともとスモール N バーであるとすると、まあ、こういう形で書くことができます。これだから N 次乗の期待値はこうだと。で最後この子を消してしまうと、1に比べて非常にちっちゃいから無視しますということをするとこうなるわけね。次乗の期待値というのはあるものの期待値の次乗にこれ足したものやということで、こういう話が出てくるわけですね。なんか不思議やなって思うかもしれません。粒子をカウントしたときにズレですね、この分散とも言いますが、これが実は粒子の期待値、粒子数の期待値そのものになるということがあるんですね。ということで、これは実はポアソン分布とも呼ばれるものになるのですが、分散で、まあ、偏差というか、それはもうそのルートを取ればいいわけですが、結局計測数 N の時の確からしさとか精度ですね、これはルート N になるわけです。粒子計測やってる時はこういう性質があるってわけです。それでこれだから今あの光子の話したけど、一般的に粒子にこれ当てはまる話です。